はい、どうも皆さんこんにちは。せーの、ハッピーハロウィーンということで、今日は2017年の10月31日火曜日、ハロウィンの日ですね。イエイ。私ですね、毎年ですね、こういったいろいろとハロウィンに仮装したりコスプレしたりとかね、ヒズメイクをやってみたりとか、これです。いや結構ねやってきたんですけどもね、今年はねちょっとハロウィンが平日ということもあって、どうやらちょっとちゃんとしたあの友達とみんなで行くってのできないので、ちょっとやんない予定ではいたんですけど、一応全部準備したので、ちょっと家の中だけでメイクをやってみたいというふうに考えております。やってやるっす。ちょっとあのなので今からちょっとメイクをするので、ちょっと今日は何もしてないっていうか、メガネなんですけど、初めてメガネで出るような気もしますけど、さっきねあのリハーサルでやってたらね、なんかこうやってやってたらね、ほんとヒカキンみたいですよねこれ。ちょっとね僕あんまりなので、ちょっと嫌だなと思ったんですけど、たまたまですね、しょうがないですね、ちょっと最初はヒカキンスタイルで行こうかなと思ってるんですけど、はい。で今年の、ハロウィンのテーマ、僕ちょっと長いこと考案してて練ってたんですけど、今年やろうと思ってるのはこれです。知ってるかな、知ってる、そうスプラトゥーン。2017年の、8月かな、7月の後半かな、それぐらいにスプラトゥーン2が発売されまして、ですごく人気で、僕もすごい欲しかったんですけど、なかなかですねちょっとできなくて、あのまだやったことはないんですけど、どうもねあのやっぱ見ててね、すごいスタイリッシュでファッショナブルですよね。あのイカの子供たちというか、人間に扮したイカたちがあの街中というか、そのステージを塗って、どれぐらい塗ったかで勝敗を決めるというあの有名なゲームで、海外の人も結構ねあのコスプレしてる人が多いんですけど、今年はこれに挑戦してみたいと思います。ほんでいろいろねグッズも準備してあるんですよ。なので今からその何を買ってきたかで、何を今から使うかっていうのを説明していきます。なのでメイクした後のやつが見たいっていう人はですね、多分これから5分ぐらいかな、5分後ぐらいまで飛んでいただければそこに見れると思うので、スキップしちゃって大丈夫です。はい、というわけで今から、買ってきたものを見せたいと思います。この子はねちょっとこの辺に置いとこうかな。ダメか、いける？あ、ダメだ。あ、いけた、いけた。はい。まずね、メイク、僕全然ズブの素人なんですよ。で、本当に自分のなんか思ったようにやっちゃうんですけど、まず買ってきたものね、紹介します。で、僕がやろうとしてるのは、今回はスプラトゥーンというキャラクターで、あのこちらの、わかりますか？で、色はちょっとこういうのじゃなくて、ちょっと、ライムっぽい色にしてみたいと思います。で、それに必要なものもいろいろ買ってきたんですけども、まあ、まずはねあのなんで今回このコスプレ選んだかっていうのなんですけど、なんか持ってるものでその衣装ですね。で、今まで僕毎年衣装買ってたんですよ、秋葉原で。おっとお化けがいるなこれは。秋葉原で買ってたんですけど、あのやっぱどうしても溜まってっちゃうし、1年に1回しか使わないっていうのでもったいないので。どうした？へそ曲げちゃってますね。使わないので、中古のやつもやめて、今回は自分の持ってるものだけでやってみようということになりました。で、衣装としてはですね、本当に半袖と短パンみたいな、本当にね、さっき見の写真みたいな感じなんですけども、結構ね、自分持ってるやつであったんですよ。T シャツとか。で皆さんもだからそういうコスプレとかするときはもちろん買っても楽しいと思うんですけど、自分のねこういういらないような T シャツとかも使ってみてもいいかなと思いました。なんかあの半ズボンでその下になんかねこういうスパッツみたいな履いたりとかねしてるから、まあちょっとやっぱり寒いですよ10月で、今年は特に寒いです。台風去ったんですけど寒いので、それも加味した上であまり寒くない服装ということで、中にあのヒートテックの半袖も一応 T シャツの中に着れるようにしております。はい、まあ、あとはあの後で着て紹介したいと思います。なので買ったものの紹介ねしていきたいと思います。何からしようかな。まずはね、あそうだな、キズメイクということで、これドン・キホーテで買いました。398円かな。これはね
なんか腕の骨が飛び出てますよ的なやつなんですけど、でこれは多分その接着剤的なものが入ってないので、それ専用の、接着剤買いました。これだね。これも確か200円、あ、ごめんなさい、380円韓国製って書いてありました。後ろに便利な世の中になりましたね。はい、これをつけて顔かなどっかにつけて、なんかその骨がはみ出てる風に見せたい人はこれでくっつけてっていうことですね。結構この接着剤もすぐ洗えば取れますから、つけまつげにも使えるそうですけどね。あとはね、はい、血のり、これはドンキで398円でした。はい、これでね、普通の、今までなかったんですよ血のりっていうのが。海外から取り寄せてやったりとかしてて、こういうのがね、こんな安く手に入るようになったのはやっぱハロウィンが流行ったから大量生産されてやっぱ使えるようになったんだと思います。あとね、これドーランシリーズなんですけど、ドーラン、これ見て、こういったね、ちょっと緑っぽいドーラン、ファンデーションとかですね、これもそうと、あとこれ全部50円、50円だ、150円3つで、これゾンビパウダー、なんかね、結構不気味に使えるらしいです。僕まだ全然やったことないんで、ね、使ってみたいと思います。あとは髪の毛、これね、かなり今回のポイントになると思うんですけど、この色にしたいんです。この何でしょう、ライムの色に、緑、ネオン、なんかそういうのが使えるみたいなので、これもちょっと髪の毛で試してみたいと思います。あとこれ傷ね、こっちを今回はやろうかなと思います。顔にね、うん、ハサミで切って馴染むようにするらしいんですけど、まあ何回も多分使えるので。これ600円か、これ600円だって、意外とするね、600円です。あとこれはよくわかんないけど、ネオンパウダー、ブラックライトで、いった、ごめんなさい、ブラックライトでよく光るらしいです。うん、どこにつけるんだろう、肌につける、綿棒に使ってつけて肌につける。ブラックライトないので家に、これはちょっと今日は使わないかな。で、まあそう、こういうねタトゥーシールみたいなのもあるんですよ、ドンキホーテに、うん、300円ぐらいで、これはもう本当にすぐ剥がれるし、みんなが知ってる水でつけてこうくっつけて洗い流せるようなやつがあるので、これもちょっと使っていこうかな。はい、あとはね、100均シリーズ、はい、これですね。もちろん僕は化粧しないので、もともと持ってないんですけど、目の周りをどうしてもね、こう黒く、スプラトゥーンのイカの人たちはやってるので、それ専用で黒を買おうと思ったんですよ。ただやっぱ普通に買おうとすると化粧品で高いので、まあ、今回はもう使い捨てっていうかね、っていう1回しか使わないということで、こういう100均のやつで買いました。でこれもそう、同じようにスポンジね、これも結構いっぱい入ってる、これで100円ですから安いんじゃないでしょうか。ドーランとかも塗れるし、いろいろ使える、こう先っぽが細いスポンジも入ってるんで、目の際とかもできると思うんで買ってみました。そういえばスプラトゥーンでヒゲ生えてないような気がするな、剃った方がいいかな、ちょっと後で考えます。はい、であとはね、この何でしょう、ペンキがどうしてもできないので、ね、ペンキ持って街を歩くわけにいかないので、これは、スライムですけど、ちょっとペンキ代わりになんか使えるかなと思って買いました。いい感じでしょ、なんかそんなにお金かかってないですね。だからいくらだろう、総額で本当2000円とかでできるんじゃないかな、まあ、ちょっと他の僕が持ってるもの、もともと持ってるワックスとかも使うから、それ考えたらちょっとまた変わってくるんですけど。あとこれね、これが一番高かったんじゃないかな、もともと袋に入ってたんですけど、これペットボトルホルダーで、やっぱそのハロウィンの仮装とか参加するときに荷物持ってて結構不便なんですよ。だからこれをペットボトル入れて持ってれば、何でしょう、ペンキ、インクにも見えるしいいんじゃないかということで、ちょっと買ってみました。これは一番くじかなんかでね、販売されてたやつを、何でしょう、セカンドハンドっていうか、また中古で買いました。まあ新品でしたけど。あとゴーグルね、ゴーグルつけてるキャラが今回はやりたいので、こいつですね。そう、こいつが基本、まあ、髪の毛はちょっと自分でアレンジして考えてやってみたいと思いますね、ゴーグルね。あとは大事なペンキの塗るやつです、しょって、ね、塗るときに使うやつです。なんかそれ専用の
なんかあの水鉄砲のやつあったんですけど、スプラトゥーンのあんまりね、形としてまあかっこいいんですよ、スタイリッシュなんですけど、あんまりねちょっと僕にはねハマんなかったです。値段がねすごい高かったん でこれはあの1000円ちょっとぐらいで買えるやつなので、まあ今回しか使わないですけど、ちょっと買ってみました。はい、で以上が今回使う道具になります。でこちらの道具を使って今からメイクをしていきたいと思います。それではタイムスタート。はい、それじゃあ始めていきたいと思います。まずは動乱だね、こっちでいこうかな。メタル動乱、メタル動乱だって。これで押さえたいと思います。これをちょっとつけてやってみたいと思います。そうか、俺鏡がねえと困っちまうな。あんまつかない、ほら見えないか、明るすぎてあんまつかないね。どうしよう、あんまりつかないと困っちゃうね。いいやってことにして、早速ね傷メイクこのやっていきたいと思います。血もやってみようか。これで押すと、あー出てきた、ほらほら、やば、押しすぎた。どうしようかな、口、やっぱ口だよね。早速じゃあもうこれで一回顔の傷これつけてみようかな。貼り付けただけになっちゃいましたけど、本当は顔用じゃないしね、これ顔はやめとく？それともごっそりメイクがトレピッピしちゃったけど、あ、いた。でも目に、先に目を行きましょうね。こうね、なんだろう、コスプレしてる人たちはね細めに作ってるんですよ、目の周りを。僕今回ちょっと太めに、結構デカめにやりたいと思います。こんな感じ、これやってみよう。はい、というわけでここからはですね、アフレコを使って説明していきたいと思います。ちょっとね滝沢カレンっぽくなっちゃってますけども、この人は一体何を考えてるんでしょうか。頭にハチマキみたいなものを巻いてこちらをガン見しておりますみたいな感じですけど、これあのダイソーさんのですね、マスカラですか、すごくよろしいです、とてもよしです。ただもうちょっとね、僕のこの描き方がもうちょっと悪くて、もっとラウンドした形の方があれっぽいですね。結構プロの人たちって、プロの人っていうか、まあ、他のコスプレの人たちは割と細めでやってるんですけど、あまり細すぎても何やってるか分かんないので、ちょっと大げさにやっております。でまあこれは結構ですね、まあ髪の毛に塗るやつとかもいろいろ使ってはいるんですけど、まあ基本に忠実にということで、あの緑のねやつをちゃんと、あの眉毛を緑にして髪の毛も緑に、まあ彼らもね眉毛と髪の毛の色は一緒なので、それで合わせてやってます。でコツはあのまあ綿棒で使った方がやりやすいですね、眉毛の場合は。で僕今これちょっとシルバーワックス使ってるんですけど、これはねちょっと正直いらなかったかなって感じがします。これ結構ね黒髪じゃなくて、あ、割と黒髪でもシルバーっぽくなるんで、すごくねいい時代になったなと思います。何回も時代のこと言っておっさん臭いんですけど、なんでまあ正直塗料の黄緑のやつは塗料なので、そんなにワックスとしての効果はないので、そのまま塗っても固まったりはしないです。ただの塗料っていう感じです。なので、まあ、ワックスとかまあ普通にジェルとかでもいいです、色つける場合は。全体にあのシルバーワックスである必要は全くなかったかなという思いますけど、まあ今結構こんな感じでね塗ってますけど、いい感じですよね、ぽいですよね。僕もこの辺からだいぶノリノリになってきたのを覚えてます。はい、でここからカラーコンタクトをつけてですね、割と最終段階に仕上げに入ってます。でこの傷をなじませるためにはちょっと血をつけてるんですけど、これはですねあのティッシュペーパーとノリでですねなじませることが可能です。そのティッシュペーパーをティッシュペッパーで馴染ませて、上からファンデーションとか塗ると肌に馴染むようになります。はい、どうもここまで来ました。こうねチュンチュンってやってあげたりとか、チュンチュンってやってあげたりとかすると、結構これ鼻のねなんか痒い
すげえ買え、ちょっと書いちゃいましたけど、どうでしょう、長く完成したんじゃないでしょうかね。結構それっぽくなってきたんじゃないかなと思うんですけど、自分なりにね。で、今回かかった費用がだいたい2000円ぐらいです。これも100円だし、これも300円ぐらいだし、これはね、あ、そうだね、これとかがちょっとかかっちゃったかな。でも1000円ちょっととか、ゴーグルは。あとこういう水鉄砲とかね、これはあのそれっぽくなるかなと思って買ったんですけど、これはちょっと子供用でしたね、サイズがね。僕が商品はちょっと小さすぎるんですけど、まあ普通に水辺鉄砲としても使えるんで、まあ街で繰り出すときはこんな感じでね、いれば結構スプラトゥーンが好きな人にはたまんないんじゃないでしょうか。僕はスプラトゥーンあんま知らないんですけど、まあこれぐらいの費用でできます。で、かかった時間はだいたい1時間20分ぐらいかな、かかっちゃったんですね。まあそれはちゃんと準備してやればそんなにかかんないし、服とかは自分が持っているやつで全然十分だと思うので、もしよかったら来年やってみてください。今年もまだ間に合うぞ。それじゃあまたお会いしましょう。チャンネル登録、そして、Twitter のフォローとかよろしくお願いします。バイバーイ。